やかな日差しに包まれた総合スポーツスタジアムです。松山監督率いる福岡ソフトバンク、これから6回バファローズの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。風間がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。これから6回バファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の杉澤。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。アウトコースストレートが決まっています。さあ風間、これで追い込んだ。落ちるボールはこれは外れています。振ってくれませんでしたよね。はい、高めストレート外れてボール。見逃し三振、ワンアウトです。前の打席はショートゴロでした。バッターの山足、ワンアウトランナーなし。初球打ち、ファウルゾーン追いつくかどうだ。ファウルになります。惜しいボールでしたね。アウトロー際どいところ、わずか。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。取ってツーアウトです。打席には6番バッターの大里。先ほどの打席は相手のエラーで出塁しています。ツーアウトになっています。ワンボールワンストライクです。ここは見極めました。これで3ボール。次が6球目、見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。残念ながらソフトバンクホークス敗れてしまいました。川上さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのはちょっと残念でしたよね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはホークス敗れてしまいました。今日の解説は川上憲伸さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。